はい、別館ですけども今日もですね、さくら出たとこ即興劇場ということで、はい、今日はですね佐波優子さんの提案で、山から降りてきた2人、ね、で設定はですね佐波さんが実は刑事、はい、女刑事、そして怪しい親父 A が、私水島でございまして、そして怪しい女アンナがということですね。ということで山からどの辺から降りてくるかなということでちょっと麓に降りてきたところですね、はい、そうすると刑事は我々を呼び止めるところですね、はい、はい、では用意スタート。最初2人で歩いてた、疲れたべあ疲れたな、なんとかね、やっと立てついたらちょっと迷っちゃったよな、うん、あんたでもこのエセなんとか弁、うん、面白かった面白かったな、なんかのお前もインチキ弁だな、まあ、でもこれもなせっかく山形の山から、ね、降りてきたから降りてきたから、うんね、みんなね、ちょっと勉強したわな、勉強したかもしれん、はいはい、ということで、疲れた、すいません、はい、ちょっとよろしいですか。何ですか。なんか東京弁、この夜中の2時なんですけれども、うん、ちょっと、こんな時間にお二人が歩かれてたので声かけさせていただいたんですけれども、あれ職務質問、はい、こういうもので刑事をしております。東京の刑事さんじゃない、東京から来たんかい。はい、東京から捜査に来ておりまして、ビク、実はこの地域で連続、まあ、美女殺人事件という未解決事件が起こっておりまして、実はめんこい女が、めんこい女、こんな女子が殺されて、うん、なんで殺されたそうだな、どういう感じの殺され方、はい、実は山の中で美しい女性が土の中に埋められていたと、先ほどちょうど見つかったところなんですけれどもね、怪しい人たちがいないかどうか探しているところなんです。山の中にちょっと今突っ込みたい、さっきまで山の中にいた人が突然なんでここに今いるんだ、確か時間的にちょっとおかしい。それはこちらは無線で全て対応しておりますので、私は現場には行っておりませんけども、展開がうめえなこの刑事さん、鑑識たちがもうすでに掘り起こしているんですけども、でその美女だったわけですな、はい、美しい女性でした。その美女はどんな感じでさこう刺されたとか撃たれたとか首絞められたとか岩で殴られたとか、この辺は土下になってる、はい、それがですね、どうやら、足の方を細い手で持たれたと、そして首の方を男性のような力強い手で締められたということが今鑑識から分かっておりまして、はい、ということは女の方が弱い人が足を持って押さえて、で男を見たら力強いのが首を絞めたと、はい、そのようなところまで分かっているんですが、ちょっと手を見せていただいてよろしいですか。手はなんかこういった形の手、切れすぎてあれだけど、どうだい、袖にお二人とも泥がついてますけれども、これは何でですか。これさっきあの滑って、そうそう、山菜とかいろいろ取ってきたから、ね、持ってないだろう。いや持って山菜はどうなさったんですか。山菜は捨てたんだよね。いやでもリュックの中にちょっと入れさせてもらってる、その山菜見せてもらっていいですか。ほらほらほら、おめえ嘘こいちゃダメだぞ。上で取ってきたトリカブトは絶対、トリカブトは絶対見せないから、オッケーオッケー、ね、飲ませてもいいあれな、それじゃ捕まる、こういった形 で、はい、わらびやらなんかわらびっこや、タイマー、タイマーはないよね。いや冗談冗談。なるほど、では山菜を取りに行ったということだったんですね、はい、で山菜は何で取ったんですか。この道具は何か使ったんですか。これ手でやるのが一番ね、ピッピッピッって、ね、手で取ったわしらは慣れてるからな、慣れてるから。でこのポケットに入ってるこの太いロープは何ですか。太いロープです。これはね、滑った時、それは使った、あの時使った、何の安全確保ですか。いやだってこの子は大事な子だからね、ね、滑ったらふいふいっておーいぷいなんてちょ助けてやるかんから、ちょっと割とちょっとこう崖のとこもあったからな、あったから、ところで女性の方はお前だいぶ苦しくなってくるぞって一つマニキュアが1個取れてるみたいなんですけど、何か手をマニキュアはね、衝撃何かがあったんですか。これはね、私がね趣味でね1個マニキュアを
つけないっていうのは私の趣味でね。そうそうそう、頼んでここだけつけないように。中指だけ。そう、中指だけ。中指の秘密。中指。中指の秘密でつけていなかったということだったんですね。他のところはみんなね、ペッ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 つけてるんだよ。中指だけやるとなんかね、可愛い感じがしてね。はい。ところで女性の方は随分こう髪の毛にこう乱れたような跡がありますけれども、はいはいはい、これ格闘などがあったんですか？それはちょっと私たちの間でね、それ言っちゃったらちょっと刑事さん、いろいろあるでしょ。いろいろあるから格闘しちゃうと、ね、格闘して髪も乱れ、心も乱れ、服装も乱れ、ね、そういう形でわしらはね、山の中のね、二人だけの秘密です。秘密です。ところで、はい、何か女性用のハンカチがポケットから入ってきましたけど、あ、これね、なんか知らないけど道で拾ったんだよね。そうさっき落ちてたから誰かに届けてやる、届けてみなきゃ、ね、そこに交番があったから、届けてあげようかな、ハンカチを届けようとされたと。なるほど。ところで男性の方はちょっといいですか、はい、なんかものすごい長い髪の毛が、茶色い長い髪の毛があるんですけど、これは何ですか？見せてもらいたいよ、この子で。そんな長いですか？ちょっと見せてください。70センチぐらいあるんですけど。70センチ相当ロング。これはちょっと言わないでもらいたかったな。ちょっとおまわりさんいなくなった後、ね、あんたちょっとまた、ね、ほらまた痛めよ、ね、いつそれが絡まったんですか？いつ絡まったの？出かける時かな。ちょっとこう彼女にね、会う前にどうしてもちょっとね、言われた子がいてね、で別件で、また別件で、また怖いんだよこの子は、ね、ところでその服に破れてますけど何かあったんですか？またそれはね、いやそれ嬉しいから、いろいろ愛してるとね。こっちの破れは、うん、まあ、そういうことで、こっちの破れは、はい、さっきちょっと枝に引っ掛けたもんで、そう山菜取ってたから、山菜取ってたから山菜取ればいろいろ破れる、ね、うん、そういうことですね。ところでさっきの山菜なんですけれども、はい、もう一度見せてもらってもいいですか？いいですよ、美味しいですよこれ。一口食べてみるといいかもしれないね。はい、そうだ、トリカブトが見せられないよ、はい、この山菜なんですけど、はい、食べられないもので毒なんですよね。あ、そう、これを食べようとしてたんですか？いや知らなかったな。これ食べられないんですか？はい、あ、よかった、よかった、毒なんですか？あ、それは助かった、刑事さんありがとう。本当に、いや、これで命がわしら死ぬとこだった、うん、ちょっとパスタに入れて食べようかみたいな話 しちゃってたんで、ね、おひたしにしてね、ちょっとね、確かに、ちょっと無線が入ったんで失礼します、ね、はい、はい、わかりました。殺された女性の体内からトリカブトのような匂いがするという話があるんですけども、首を絞められて殺してたんじゃなくて、トリカブトを飲ませた後にも首を絞めたという入念な、トリカブト、入念な殺し方、殺し方だ。トリカブトでどういうので生で壊したって感じですか？はい、それはわしらはちょっとね、確かに、まあ、トリカブトがあったんでしょうね、うん、上ね、その辺はね、田舎だから割とこうみんなトリカブトは取りやすいってことで、いやみんなね、うん、ちょっと今日はでもよかったね、よかった、その亡くなった女の人は気の毒だけど、わしらは大事なこの子がね、トリカブトで死ぬとこだったから、死ぬとこだった、おひたしに作ったね。ありがとうございます、本当に、あ、本当に命の恩人です。失礼したいと思うんですけど、じゃあそうですか、わかりました、じゃあ気をつけて帰ってくださいね。ああ、そう、はい、ではさようなら。あっさり、あっさりだな、ちょっとヒヤヒヤした ね、いやちょっとトリカブトもうちょっと追求すると思ったけど、あ、ちょっと待ってください。はい、何でしょう。お二人に、はい、髪の長い女性がこう抱きついてるんですけど。来ましたね、なんかね、わしらもちょっとね、重い感じがしたの。その髪の毛の長い人ですか？半透明の人が、東京のやつかな、それともどっち、どっちかな、どういう感じの美人ですか？美人で、ブスですか？美人で、美人、この二人に殺されたっていうふうに心の声が聞こえるんですけど、刑事さん、霊感のある刑事さんだ。分かる、分かる、心霊現象。それはちょっとね、裁判ではね、そう言われてもね、証拠にならないような気がする。でも裁判、あんた裁判、大丈夫か、うん、じゃあ、いるよ、本当に。もうちょっと、私は大丈夫でしょう。いや、二人にがっちりと絡みついております。そうですか。でもなんかうまくね、うん、あ、でも刑事さん、はい、あなたの背中にもいますよ、二人、こことそこにね。いや、子供のあれだね、うん、10歳と15歳、15歳が大きすぎるから12歳ぐらいか、うん、なんか
悪いことやってませんか。いえ、私はそのような未解決事件には一切関わっておりません。昔ね山の中で12歳という子がね、なんか死体で発見されたことあるって聞いたことあるね。この付近で確かに聞いたことある。なんかね、で前にね一人の女性がね山の中に連れてったっていうけど、なんかその雰囲気が刑事さんの雰囲気にね、山へ子供を連れて登ってったって。でもそれからその女性も行方不明になったんだけどね、どうもちょっと聞いてみたくなったね。刑事さん山へ行ったことないですか。この山に子供連れて登ったことないですか。ほらね、セットほらね、ブルってる。やっぱり子供の、もしかしたら子供の霊がここに肩にポンポン、ママなのかね、お姉さんなのか分かんないけど、何かね子供を、あの時な、私も新聞見てね、怖い話だなと思った。確かに、ね、結局あれはね犯人が捕まんないっていうね。ただどうも警察も動きが鈍いっていう話もね聞いたんですけど、どうですか刑事さん。その日その日は雨だったですか、晴れだったですか。そこまでバレたからには死んでもらおう。逃げろ。いいね。いや、ということで、ちょっと長くなりましたよね。はい、すっとぼけ方のね、おっさんね。あの刑事じゃなくて殺人犯だったっていうオチですね。もみ消し反撃をしてね。夜な夜なこう目撃者がいないか探してたというオチです。それで最後の、なるほど、なるほど。その雨だったんですかって聞いて、これで本当に雨だったら晴れてましたって言ったら、いただろう。なるほど、恐ろしい。ということで今日はちょっとサスペンスミステリー風に女を殺して、2人で降りてきた、一体我々は何だったんだろうって、いやでもそう考えるともう全員ちょっとついてる感じになります。みんなちょっとやばかった。最終的には2人は何もしてなくて本当に山菜採りに行ってて、刑事役だった人と語った人が本当の犯人だったっていう、そういうガチだったよ。いうようなことございまして、はい、さくら出たとこ即興劇場、今日は、ミステリーでお送りしました。以上です。ありがとうございました。